さあ始めました、ジェームスプレゼンステイフリー。今回はですね、サウナ企画もうね第3弾です、はい、第2弾から、かなりスパンを上げずにねこの日がやってきたんで、はい、またルイさんと、今日サウナを、巡っていこうというところで、本日はですね青山にあるこちらメッドさんですね。普段はですねジム、はいはいはい、パートナージムやられてるところなんですけども、はい、ここにですね噂のサウナがあるっていうふうに聞いて、ちょっと行ってみたいなと思っていて、もうかなり作りがですね、こっち奥にサウナあるんですけど、かなり凝ってるという感じなんですよ。ちらっと見たけどめっちゃかっこいい。意外と結構あのコンパクトになってるんですけど、クオリティが相当高いみたいで、もちろんセルフロールもできるっていうところで、はいはい、まあ、今ジムに、サウナっていうのは昔からあると思うんですけど、まあ、普通 の24時間のジムあると思うんですけども、はいはいはい、かなりサウナにもかなり特化したパーソナルジムで、もし会員になれれば24時間使い放題みたいなやつ、あすごい、来たい時に来れるサウナみたいなんで、かなりそれいいね、あの今の需要にはすごい合ってるのかなっていう。この前みたいなどんぶり湯みたいな感じの、うん、そのまあ銭湯みたいな感じのカジュアルさはないんですけども、はいはいはい、もうかなりプライベート空間に特化しているサウナなんで、完全予約制なんで混んでるがありえないですよね、まず、ね、あーそっか、自分たちだけの空間を楽しめるっていう感じで予約していくみたいなんですよね。はいはいはい、はい、すごくもうプライベートは完全に保たれたままサウナを楽しむことができて、さらに体を鍛えることができると。そっちの方が興味出てきちゃった。そう、ね、この前ねオンエア見返しましたけど、はい、やっぱ俺も体ワー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 サウナの体じゃなかったっすもん俺は。わかる、ほんとちょっとがっかりしましたね、見て鍛えたいよね。そうっす、そういう人にはねもうバッチリ。それ確かに。でですね、本日今ルーさんとお二人なんですけども、はい、本日はなんとスペシャルゲスト、はい、これから来てくれると、はい、いうことなんで、今オープニングはいないんですけど、はい、これからサプライズで、はい、サウナの中一緒に楽しんでいこうかなと。まあそのゲストはね後ほど、はい、あの来てくれるんで、ぜひ皆さんお楽しみということで、はい、じゃあ早速入っていきましょう、運転で、はい、トライで1回入りまして、はい、どうですか1回で相当整いましたよね。これ思ってるより、はい、めっちゃ暑い。ジムのサウナって意外とちょっとみんな舐めてるじゃないですか多分、はい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 、だけどもちろん水風呂は欲しいところではあるんですけども、はいはいはい、サウナ自体に普通こんなに高いジムってなくないですか。ない、本当にすごい。でちゃんとね外気浴もちゃんとできて、外気浴これいいですよ、ね、相当いいね。水風呂ないですけど、まあ、シャワーとか行けるかもしれないっていうのをまずね、あの今からお呼びするあのゲストの方にもね、はい、の前に温めとくっていう意味で一発になりまして、はい、今からリセット目です。もう少しで使われるっていうか、多分もうそろそろ来るんじゃないですかね。じゃあちょっと待ってみましょうね。じゃあ、はい、おはようございます。いいですか。いやいや全然ね、こんなところで気持ちくないですか。ここすごくないですか。スペース的にいいね、このプライベート感。いやそういいっすね、完全個室で。あ、結構これはいい、すごい湿度ですね、これね。そう、湿度なんだよね。でも僕はね、初めましてなんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。忙しい中、いや、すみません、ありがとうございます、参加していただいて、初出演というところで、よろしくお願いします。ありがとうございます。でもせっかくなんで、はい、山田さんにロウリュウ、ホテルロウリュウできるんで、はい、ちょっと一発、二発、エキタの香りをさっきもオイルで入れてみたら、ね、はい、まあ、はーい、うわうわちょっと跳ねるんで、気をつけてください。すごいぞ。あー、気持ちいい。あー、熱い。うわ、すげえ、いい香りじゃないですか。うわ、すごい、すごいこれ、すごい、なんか痛いっすね、痛いっすね。あー、気持ちいい。あー、これすごいっすよ。100度を超えてるな。超えてます。いや超えてるでしょ。あ、来てる。すげえ。うわ、すごい来てますよ。ここででした。あ、山田早いっすね。早っ。なかなかこんな1セット目で特効出るってないっすよね、汗が。すご
いやもう香りがいいですよね。香りいいですね、すごく。いいな。山田さんは普段はサウナはどういう時に行くとか、どういうペースで行ってるんですか？ツアー中とか、はい、そのライブ地方行った時に地方の銭湯を探したりとか。なるほどなるほど。スーパー銭湯探したりとか。はい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 。体、前日に、まあ、体をほぐすのも含めて、はい、一回サウナでちょっと気持ちも整えて、まあ、自律神経も含めてってことね。それで物質限定でライブに挑むっていう感じ。まあ、それが結構まあルーティンじゃないですけど、地方のこうルーティンになって前乗りしてサウナ行って、そうですね、よく寝てライブ同時してみたいな。そうですね、まあ、調子いいですか、これは。大半もうサウナに入ると睡眠の質が変わる感じはね。そうですね、睡眠寝れるよね。睡眠寝れますよ。じゃあすごい、ツアー中は必ずそういう行きつけのなんか銭湯とか、なんか土地土地に結構ある。あるへぇ、じゃあ2回目のルーティンですか。こっちでやる。これこれすごいね。ルイさんの一番、あ、これ大丈夫。もうやばい、もうやばい。もう現時点で。これは。山田さん、壁気をつけてください。壁マジやばい。壁マジやばい。マジやばいんで。マジやばいんで。いやー、これは。いやちょっと開けてくれてるのが嬉しいですからね。あーあー、来たー。もう熱波師いらないっすよね。いらないよ、十分絶対いらない。これで仰がれたので、ここ上から水シャワーが調整によっては8までサウナです。8から15の幅で自分選べるみたいな。いやね、すごい温度も。でその後に外気、外に外に外気があるんで、そこが外気があるんで、めっちゃいいですね。めっちゃいいよね。じゃあここの売りとして、このカラーリングも変えられるらしいんですよね、ライトを。おー、あら、赤いじゃん。これバタグありますか、なんか。はい、あー、いいね。こういった感じで楽しめるっていうのが売りにしているの、はい、連想できる、コミュニケーションもできるっていうカラー。なるほど。本当にサウナの中でカラー変えれるって普通むずいから。あー、そうか。これは多分初めてのサウナだから。いや、自分のなんかね、整える世界世界をどう作るかっていう、はい。あ、いいね。あ、ちょうどいい。すごい暑いっすよ。もう、ルイさん行くんすね。暑い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 。あー、来た。うわー、来た。痛め。痛め。痛め。あ、痛い、痛い、痛い。あー、これはすごいよ。あー、気持ちいいよ。最高だよ。痛い。ボーカリストの山田さん、熱に強いです。すごいよね。こんなに長く入ってらんないそうで。あー、あー、やばい。あ、でも山田さんもサウナ入ってる時も見てください、めっちゃ絵になります。かっこいい、かっこいい、陶芸家みたいな。うん、すげえかっこいい。かっこいい、気持ちいい。わやばい、これもう1セットで10分のぐらい気持ちいいよ。整えますやっぱ。いや、すごい、家に欲しい。トロトロの外浴スペースで。家に欲しい、これ。家に欲しいですよね。欲しいよね。欲しい。どうぞどうぞ。これあー、いいわ。めっちゃいい。あ、これはもういい。いやどうですか、1セットで。最高。これすごいよね。めっちゃいいなこれ。なかなかこんな都心で外局スペースないっすよね。確かになかなか。うん、初めてかも俺。そうっすよね。これ青山っすからね、ほんとすごい中心っすから、日本の。そうなんですよ、一等地を。でもジムがあるから、あ、トレーニングした後はみんなここに来て、会員になったら24時間いつも来れる。うわー、めちゃいい。行きたい時に行ける。本当プライベートもちゃんと守られてるサウナですね。いや、これはいいですよね。いや、すげー。まだ1セットですからね、これ。いいね。
これは。大体村さん普段何セットぐらい入られるんですか。大体3セットは。3セットぐらいは、うん。なるほどなるほど。すごい、あのロウリュやった後熱がもうそれだからもう痛い痛い痛いよね。やけどそうっすよね。やけど的になるそう熱波のレベルじゃないよ。そうそうっす、息できなかっただから天井がね、やっぱこう低くそこからね、とにかく回るんですよ。だいたいいつもサウナって何分ぐらい7かな。あー7分6、6、7分だね。なるほどなるほど。で、水1分入って水1分ぐらいね。で、外気休憩は絶対入る。休憩入れて、あ、休憩入れて水飲んで、はいはいはい、でまた2セット目。2セット目ルイさんだからめちゃめちゃクイックなんで、もうトータル6、7いくんですよ。これなんかマジ？そうなんす、めっちゃ早いぞ。しかも休憩したくない。ちょっと短めに5分ぐらいで、もうあれぐらい熱いところ5分入って、水風呂1分入ってをこう立て続けに。外気浴なしです。外気浴なしで、で3、4セットやった後に初めて外気浴するんですよね。その頂点プリプリやん。あー、やったことないそれ。いや、すごいよ。水風呂からすぐサウナ。すぐサウナ、体拭いてサウナですね。そうそうそう。あ、私もう本当トレーニングに近いぐらいクイックで3セットやってから、ためてためて外気浴で矢継ぎ早野さんって呼んでんだけど、矢継ぎ早野さんやってこういう外気よくなり、うん、まあその更衣室とか休憩スペースで、うん、もう20分で寝ちゃう。寝ちゃうんだ。ふわーっと寝ちゃって、で体完全に冷めてから、そのまままたサウナに直行して、また矢継ぎ早野さんやって、アウト。矢継ぎ早野さんです。矢継ぎ早野さんそれ言いたいだけっていう。そうっすそれやると俺夢見ないの。いつも眠りが浅いから結構ずっと夢見て、起きた時すごい夢を覚えてるんだけど、はははぐっすりだぐっすりで、もう夢も見ずに起きたら朝だった。そうそうそう、一番いいですね。そう、しかもショートスリープに4、5時間でパーチって目覚めて、パーサスもランニング行けるとか。質の高さだね。そう、質が高くなる。だから家にあったらすごいよこれ。最高だね。なんかベッドまでたどり着かんそうっすね。ソファーあたりで寝ちゃいそうっすね。お前はこれ作りたいって思いますよね。この作り見るとバスルームに、バンドマン専用でみんなでお金出し合って行くか。あ、サウナワンルームにそれ作ってるのやりたい。作るっていうね。確かに、まあやっぱアーティストの皆さんがやっぱタトゥー入ってるとなかなか、ね、はいはいはい、公共施設行けないっていうのもあるので、はいはい、いいかもしれないですね。いいね、スタジオとサウナが一緒になった。いいですね、スタジオ。スタジオとサウナいいじゃないですか。一回みんなで整ってから曲作り。しかもなんか緩い曲作り、緩い難航したりしたらね。緊張感のないパッドが DA とにかく見れるじゃん。でもいいかもしれないです、煮詰まったらなんかみんなで入って一回リセットしてもう一回曲作りとか。いいね、それはいいですよね。贅沢っすよね。そっか、レコーディング別に、ね、自分たちじゃなくてもレコーディングスタジオにサウナある、スタジオあったら結構人気出んじゃない。でもそれは多分日本全部ないと思いますよ。レコーディングのスタジオにサウナがあるっていいんじゃないですか。これ相当いいね。それなんかアーティストのみんなでなんかそういうのにクラファンで募って作ってみたくいいですよね。スタジオとサウナっていうのよくないですか。これ合宿もできて、ね、合宿もできて、それは名曲が生まれて、それをみんながね愛してくれる曲を一曲でもまた配信するっていうなんか夢ありますよね。いいじゃないですか、スタジオサウナ。健全な決まり方もできる。そう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 、いいよね。そうそうそう、一発行こうよ、もう一発行こうよ。ずっと揺れません、なんか。いや、気持ちいい、なんか芯まで。そうっすよね、気持ちいいっすよね、ほんとすごいよ。やっぱ一回やると結構冷えるんですね。はい、もうね、そっからなんですよね。130度ぐらいだった。あ、いや130で済むんすか。熱々、俺自分の髪の毛がヤバすぎて。やりすぎだよ今の。1回だね、絶対に。1回にしとかないと。
でもさっき出た本当はあいつはすごい面白い話をレコーディングしたりもたまって、ね、いいと思う。すごい理にかなってるんで。確かにキッチンとかもねあったりしたね。あ、そうね、合宿だよね、うん、みんな行きますもんね、そしたらね。いやこれケンタロウ君とマサシさんなんて初対面のはずだけど、僕の理論では10回の飲みより1回のサウナっていうのがあるんで、めっちゃいいと思います。いや、山田さんすごいわ。セット目でもフラフラっすね。フラフラだ。もうね、言葉なくなっちゃってます、大人たちが。こんな一日の始まり最高だな。最高ですね。いい日になりそうっすね。いや、ジムのサウナにしたら相当向かうって氷だと思いますよ、これは。しかもビールまで飲めますもんね、これ。すごい。すごいすごいな、これ。ラフトビール飲める。うわ。山田結構普段からお酒は飲まれますか？飲むときは飲みます、ね、あ、なるほど。毎日はって言う。毎日は飲まないです。あ、そうなんですね。飲むときは本当最低でも6時間、7時間に。あ、長いの。長い。最長何時から何時まで？最長は7時から1時。7時、1時。13時どうですか？いや、25時です。あ、え？15時から25時ですやば。30時間マジっすか？寝ないんすか？寝てない。眠いっていう感覚はなんないですか、途中で。なる。朝になったらちょっとなるけど、7時から飲んで、で朝7時迎えました。昼ご飯も食べながら飲んで、でそのままもう一気に対して、で夜の7時になって、でそこからまた。それ24時間だね。そこからまたゴールデン街に戻って。戻るんすか？1時。それで終わり。え、何をそうさせたんすか、その火のなんか活力っていうんですか、これは。もう分かんねえな。あれはね、俺ももう分かんねえ。でもそれ隔週でやってた、それを。シリーズか。でも30時間飲むと3日死ぬね。3日になるんだけど。3日飲みみたいな。3日。俺初めて聞いたの、32時間ってさすがにすごいね。じゃあ続いてちょっと最後のセットいきましょうか。はい、すごい。それは鉄人っすわ。初めて聞いた。初めてっすわ。まずここの距離感、物理的な。そうなんです。見てください、ここの距離感が非常にないんです。で、むき出しなんで。本当にそこ最善だよ。本当そこ危ないと思った。モッシュピットじゃん。じゃあラストセット3セット目、はい、来たりますね。これね、オイルがここの位置を探していただいたんで、一度やりあぶい。あはははは、やべえ。あちちちちちちち、あ、髪がち。まあ、リセット目よりかは慣れた感じがありますけど。慣れたんだろうね。はい、慣れた。俺たちがラストいきますか。はい、嫌がってんじゃん。いや、でもいい匂いだったと思う。良かったですね。ミントとか、あ、柑橘系入ってるね。あ、はい、あ、はい、あ、熱い。熱い。もう熱い。
この場所とかすねすねくるすねすね当てつけたいすね当てすね当てすね当てじゃなくてすね当てすね当てか新しい田んぼができたな。先に出ます。あ、気持ちいいです。よいしょ。もう喋れてないから先輩ルイ先輩ね、まあ、この前もそうだったんですよ。俺が話してる話聞かなくなったんで途中から。ああ気持ちよかった。いや3セット終わりましたけど山田さんどうでした？おはようございます想像以上でしたね。なんかそのジムのサウナという概念が飛ばされたというか。これしゃべりたくないとかじゃなくて自然とこうなってしまうんですよサウナって。本当申し訳ないですけどこれを逆に楽しんでほしいです。こうなるんです。整うってみんなもう白目向いちゃうんですよもう。はい、ということでサウナ終わりました。見てくださいこのお二人の症状、整いすぎいや気持ちが部活に整いすぎです。おはようございます。おはようございます。いやー山田さんどうでした？最高でしたね。最高でした。はい、プライベート空間は、うん、ちょっとなかなかないよね。他に変えがたいですね。確かに、ね、確かに。すごいやっぱロールパワーありましたね。パワーがありすぎた。ねまだ温まらないですね。本当に。確かに。芯まで来ましたね。それですね、今ね山田さんも来ていただいてルイさんも来て僕も来てるんですけど、このライフタイムフォーチュン、ルイさんと僕とでね、サウナに、コンセプトをつけてですねアパレルブランドを作りましたんで、詳しくは概要欄から見ていただければと思います、はい、でバックホーンから何かお知らせありますか？アントロギアというアルバムが4月の13日に発売になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。このね、何枚目なんですか？13。13枚目になるんですね。13枚目すごいですね。まあ、アントロギアっていうのはギリシャ語で花を集めることっていう意味なんですけど、アンソロジーの語源ですね。おあ語源になってるんですね。まあ刺繍のことをアンソロジーっていうじゃないですか、はい、でバックホームメンバー4人作詞作曲するので、まあ、このコロナ禍で感じた各々の今を生きる希望を集めたアルバムということで花を集めることを意味するアントロギア。あ、なるほど。ちゃんと希望に向かってっていう部分の意味合いが非常に強いアルバムなんですね。なるほど。ぜひね発売中なのでぜひぜひチェックしてみてくださいということで、本日は見てくれたお客さんありがとうございました。また来週会いましょう。皆さんバイバイ。動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねの評価よろしくお願いします。そしてですね、サブチャンネル KTR チャンネルの、開設したんで登録の方も忘れずによろしくお願いします。そっちの方もチェックお願いします。